19です。時折ダンステイストが増えてます。ゆっくり歩きます。4、3、2、速く歩く。ゆっくり歩くところで腕張ります。 OK。 そう、横から見るとこんな感じ。 OK。 で、実際は少し体の角度やつま先の角度をいじって、そう、角をつけてやってみてください。ラスト1。OK。 置いときます。足止めて、うんたうんたうんたた、大事なリズム、これを覚えてね。せーの、うんたうんたうんたた、ブツブツ言って、うんたたたた。ラストワン、せーの、うんたうんたうんたた。これいっぱい使うので覚えといて、先行きます。はい、続いて、メロディーとか入ってくるんですけども、初級の部分とほぼ一緒なのでさっと流しちゃいます。両手横に1、2、3、4、5、6、7、8、ボックス書いて刺してバン。そうで、大事なのは刺してバンの時だけちょっと早いです。バッバッってなる感じ。それ以外は初級と一緒。確認、1、2、3、下から5、6、ボックス前にっていう感じです。どんどん行きましょう。 A メロ後半部分もほぼ一緒で、1、2、3、4、引き上げる引き上げる、4つ撫でてシュッ。 OK。 そうスッと言って4つ撫で、そして最後ポーズ。はい、簡単なのでね、もう一回だけやって終わっちゃいましょう。4、3、横に足踏む。はい、引き上げる。 OK。 どんどん行きましょう。今のがエメロの両方ですね。セットと変わるのがこの間とこの後半部分。 OK。 歩きですね。左に6個、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、歩きましょう。 OK。 6歩で左へ移動したら手を腰に当てて、その後また移動し始めます。で、6でストップ。 OK。音に合わせ、レッツゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。 OK。 なるべくちょっと肩と顎も上げれたら面白くやってみましょう。レッツゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。さらに7、8で後ろに7でかけながら回っちゃってください。どうぞ。こんな感じです。まあ、お家の環境とか状況に応じてあんまり横移動なしでもいいと思います。はい、後ろのここの後ろの部分は一緒で、ずっとツイストするだけ、手を上から下に下げていくだけなので特にないんですが、あるとしたらしっかりウエストをねじってみてください。 OK。 はい、ではまたさっきのクラップです。うんたんたんたたたんたんたたうんたんたんたたってあるんですが、最後の時だけうんたうんたうんた、すぐ上に上げる。そう、手をね上にこうバッテンしながら上げて下ろしていく。そう、シュッと。で、その後同じしゃがんで、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、回るという感じです。そう、もう一回だけ確認ね。これ終わったら旅前の1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、キラーン回る。そう、なんかひらめいたみたいな感じで指一本刺して回ってみてください。ではここまではもういいんです。大事な中級はここから。そう、この潜るところ、この1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8ってなるんですが、足はちょっと速くなってるだけです。で、最後8でタップなんですが、それを大事なのは1、2、
1、2、3、4、5、6、7、8見えてます。この偶数の時にちょっと一瞬肩上げてグンって下ろす、そうポップダンスのヒットっていう動きに近いんですけど、このグッとちょっと力を入れる動作を1、2、3、4、7、8、1、2って欲しいんです。 OK やってみて、せーの、1、2、4、5、6、1、2、3、4、5、6、7、8いけたかな。このグンって力入れてみてください。 OK ここちょっとそう難しいんですけど、なんとか食らいついてきてください。初級のリベンジ、この首を動かす、なんかバカ野郎っていう、上級でもリベンジできるか分かりませんが頑張りたいと思います。はい、ではその後ですね、はい気にしません、さっきのはなかったことにしておきます。はい、この撫でる動作、サビの後半撫でる動作やるんですが、初級はただ向き変えてただけなんですが、中級は歩きながら動作をしていきます。 OK、 そしてダウンを取ってます。こう踏んづけた時にしゃがみながら1、2、3、4、5、6、7、踏みながら反対のそうつま先上げるような感じで、よいしょよいしょよいしょ、そう、まあ、ポイントはダウンを取りながらしっかり動作をしてみてください。 OK、 そうこれ結構癖があるんで、そう手ないとこういう感じですね、踏んづけて踏んづけて横踏んづけて横みたいな感じ、この感じ説明難しいね、こう開きながら踏むみたいなね、そうこの入れ替わる時のタイミングがね非常に難しいんですけど、これも慣れてくると思うので頑張ってみてください。で、あとに手をつけてるような形です。実際変わったのはここだけです。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6は一緒です。 OK 一回だけ通して原曲に、サビの部分ね一回だけ通して原曲の方に行きたいと思います。ここからはい、4、3、潜ってね、1、2、4、7、8、1、2、3、今の感じ、いけたかな、いけたかな、頑張ってなんとかダンスタブルに踊ってノリノリでやってみてください。では原曲で